マルム、トラフィークIORE型電気機関車は、スウェーデンのマルム、トラフィーク社で使用されている超大型の貨物用電気機関車である。マルムバナム線東方と鉄道マルム、トラフィークは、スウェーデンのキルナ鉱山で産出する鉄鉱石をスウェーデンのルレオやノルウェーのナルビクといった港に運び出す貨物列車を運行している会社である。このような中でIORE型は老朽化の進む従来からの機関車を置き換えることを目的に製造された。親会社であるLK社が打ち出した鉱山の増産体制に対応するために従来型よりもさらに強力になり、世界最大の牽引力を誇る機関車である。製造にあたりボンバルディア・トランスポーテーションが展開する機関車標準規格TRAXXを採用した。製造元のボンバルディア・トランスポーテーションが1両以外の機関車の製造実績がないこと、産出量の増加のため導入が急がれたことから、2両の機関車を連結して1編成の機関車とする方式が取られた。これは十分な牽引力を確保しつつ、ボンバルディア・トランスポーテーションが製造に慣れている1両の機関車を使用するための策である。また形式名のIOREとはから名付けられた。2000年から2004年にかけてと2010年から2011年にかけて2度にわたり、合計26両が生産された。23メートル級の車体を2つを連結して1編成を構成する46メートル級の超大型機関車である。日本の H 級電気機関車のように恒久的に連結するではなく、片側運転台の機関車を背面同士で連結している。そのため、車両のメンテナンス時などには切り離されることもある。2両が恒久的に連結されているわけではないため、連続した車番の車両同士が連結されていることは少ない。前面のデザインはTRAXX規格に共通する傾斜をつけたもので、塗装は素部を赤色それ以外を紺色としている。架線収電のためにシングルアーム式パンタグラフを搭載し、関節を各車体の中心に向ける形となっている。1両の機関車を連結して1編成としているために、電源の確保は各車両で行う。そのためそれぞれの車両でパンタグラフが上がっている。雪国で運用されるため下部にはスノープラウが設置されている。最大で貨車68両、重量8600トンにもなる鉄鉱石を運搬しながらスカンディナビア山脈を越えなければならないという過酷な条件のために最高速度を犠牲にして牽引力を重視した設計となっており、牽引力は 1200kN、短時間の過負荷ならば 1400kN まで発揮できる。単体の機関車では世界最大級の牽引力を持っているが、最高速度は時速 80km に抑えられている。粘着率の向上のため支重を搭載して機関車の重量を意図的に増やしたほか、車軸配置は CO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  で12軸すべてを駆動輪とした。車輪直径は 1250mm で 1150mm までの摩耗は許容される。電動機の制御には GTOVVVF を採用。1台の制御機器が 900kW の電動機1機を駆動する方式で、1つの台車につき3つ搭載されているため、車両全体では電動機12機を駆動させることとなり 1800kW を発揮する。ブレーキは発電ブレーキを装備し、最大 375kN の力で作動させることができる。ありがとうございます。